はい、皆さんこんばんは。こんにちは。ニャニャチャンネル木太郎です。キャベ太郎です。ということでね、鼻息荒くやっていきますよ。行くぞ。はい、本日は 5月25日水曜日、19時00分から淀港桜スタジアムで行われる第15節セレッソ大阪戦のプレビューをやっていく。やっていこう。ニャニャチャンネル。まあね、認めましょう、認めるところからスタートです、現状を。そうだね、崖っぷちです、優勝戦線とかじゃないです、もう一つ一つ必死に泥臭く勝っていくしかないんじゃないか。勝ち方なんてどうでもいいよ。あ、まあね、時にはね、あの勝ちにこだわる姿勢ってとこも必要だとは思うので、まあ、あのそれは極端なあの意見だとは思いますが、まあそういうのもありますね。まあ、勝たなきゃ意味がないです、はい、で俺たちにはプラス3が必要です、セレッソ大阪さんは年間順位は現在7位でございますね、勝ち点が23ね、5勝5分け4敗というところで、あのすごくバランスがいいですね、ホーム2勝2分け3敗、アウェーが3勝3分け1敗、で平均得点は 1.4 の4位、失点は 1.1 の9位ということで7位って感じだね。で一方の浦和レッズは年間順位が14位で少し順位が上がりましたね。で勝ち点が14、で2勝8分け4敗、でホームが2勝5分け1敗のアウェーが0勝3分け3敗でございますので、アウェーで勝ちが欲しいところでございます、そして平均得点は 1.1、平均失点は 1.0 で、おのおのね、全クラブの中で10位と8位というところで、なんで14位なんだと。やっぱ1試合で勝ち切るっていうところができてないんだろうね。セレッソ大阪さんは前節ね、ホームガンバ大阪戦3対1で勝利しておりまして、なんかなかなかのガンバ大阪さんの方はなかなかなんか大変なことになってましたけど、まあダービーに勝利してね、勢いを持ってこの戦いに挑んでくるということで、くじいちゃいます。それ以外でね、名古屋さんには敗戦してますが、岩田さんには勝利して、鳥栖さんには引き分け、鹿島には 3-0 で敗北ということで、まあね、上位にはまあ勝てないけども、やっぱ中以上には勝ってくるっていうのが今のセレッソ大阪さんの状況だと思います。人のことをねペラペラと喋って、じゃあ裏はどうなんだというのはこちらになってますはい、綺麗だ。いや俺思うんだけどさ、これ、引き分けで勝ち点1っていうのを作った人天才だよねまあね、絶妙だよ、ね、絶妙、本当絶妙だと思う、だってこれでね、だから勝利を目指さないとずっと引き分けてても、もう残留争いのところに入っていってしまうという。そうだよね、引き分けは全く美味しくないっていう。いやこれ絶妙だな。言われてみればね、リーグ戦の通算は浦和の17勝6分け19敗ですね、で直近もね、勝ったり負けたりでかなり拮抗しているので、この試合はね、勝つか負けるかだと思います、引き分けはない、過去データから見ると、私の、あの直感が言ってます。え、これはもう本当セレッソ大阪さん、本当に勘弁してくださいあの歴代で一番多かったです、これね、あの本質の方が。これ見てる方々 目がチカチカして全く見えねえんじゃねえか。フォーマット殺しよ、あの個人的にはね、フォーマットがあるんですよ、やっぱこう効率よくやりたいから、乱してきたあのセレッソ大阪さん、あのまあ大量に放出がありますね、で実力者もね、あの小池選手だったり瀬古選手、千谷選手だったり、一番大きいのは坂本選手ですね、大きなね、戦力ダウンにつながるような放出があったんですけど、まあ個人的にはあの海外に行ったこの2選手っていうのがやっぱり一番痛いところだとは思うんですけど、あの大変個人的な理由で、あの中島元彦選手ですね中島元彦選手来ました、のレンタル移籍が気になってます。で今度ね、加入の方に触れていきましょう、多くの選手加入してますけど、やっぱり注目は山中選手でしょう、外せないでしょこれはね。他にね、山下選手だったり、パトリック選手だったり、ブルーノ・メンデス選手だったりっていうか、まあなんかね、ちょっと昔に戻したっていう感じなのかな、イメージとしては、っていうところがまあ主なね、あの加入選手なんですけども、本日の文字主ですね、ダイナミックマイクマ、あ、これもうあれか、擦られまくってるか裏と個性のところ、俺ダイクマユーザーだったからさ、まあ、簡単にね、あの経歴を入れてみますと、出身は長崎県で、高校時代は東福岡高校で全国制覇していますね、インターハイで、その後ね、桃山学院大学から、まあ、長崎の方に、まあ、地元の長崎の方に加入して2シーズン戦ってます、で、今年からセレッソ大阪に加入してます、で元々はフォワードの選手だったんですが、だったようですが、倉森監督
元監督によりプロ入り後にサイドバックにコンバートされて、今に至るっていうところで、まあ、あれだね、なんかこうプロ入り後にコンバートして頭角を現してってなかなか夢あるよね。うん、面白い。なんだろうね、フォワードからサイドバックって簡単なのかわかんないけど、いや矢野貴章選手とかあれだよね、やっぱ攻撃センスっていうのが、まあ、なんか求められるから、うん、現代のサイドバックはやっぱこういう感じになってくるのかね。うん、まあ、役割次第かな。うん、なんか運動量だけじゃなんかもう戦えないって感じだよね。はい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 、結構レッツの大卒のサイドバックはそういう人多いんだけどね。はい、予想と書いて願望と読みます、はい、で右がですね第14節ガンバ大阪戦のセレッソ大阪さんのスターティングメンバーになって、正直に言いますと、まあ、これ水曜日の試合になってくるのでミッドウィークの試合なので、このスタメンのまま来るとは思えないんですが、うん、あの一応ガンバ大阪戦の、スターティングメンバーを並べています、うん、で先ほど言ったマイクマ選手はあの右のミッドフィルダーで出場してますね、はい、で現在は、ね、こういうのようなフォーメーションで、まあ、しっかりと勝ってきてあれですね、あのマイクマ選手も得点に絡んでましたし、やっぱ山中選手のクロス、これがね武器よね、やっぱいい補強しましたねとどこにこう攻め手があるかっていうと、あのガンバ大阪戦の方を見てると、こう清武選手が降りてきてゲームそのディフェンスラインの、ね、パス回しに参加するみたいなところがあって、うん、そこまで安定していない。ユンカー選手がねここ連戦で出ていて、うん、きっとお疲れなので、うん、まあ、ここはシャルク選手に頑張っていただかないとチーム事情的には厳しいのかなというところで、フォワードにシャルク選手を入れてます、うん、私はね証拠にもなくね安井選手をねまたボランチに押してます、うん、はい、好きなんだね。そうですね、で、サイドバックガチガチの作戦でいこうと思って、左秋元の右宮本かとも思ってたんですが、ここはやっぱ真渡選手で新旧6番対決ですね、うん、はい、右左でやってください、うん、はい、一方でね逆のサイド左ルラレッツの左サイドに関して言うと、うん、まあね、こう選手メーカーなんかでもね、マイクマ選手は精力的な上下動が売りだとか、うん、なんとか書いてあるんで、秋元やれということで、秋元選手に頑張っていただきましょうということで、サイドビッグバン大作戦でございます。ビッグバン大作戦名前だけです。モーベルグの恐怖を味わうが良い。山中選手にはね非常にあの辛い試合になるかと思いますが、いや奥野選手いいよね。いや奥野選手もう今なんかキャリアのピークっていうかすごい活躍してるよね、うんうん、ガンバ大阪戦も2ゴール、そうだね、2ゴール取ってますね。中盤で目が離せない存在になってきてるからっていうところかな。1ゴールはあれだったよね、山中選手のクロスに合わせる。あ、そうなの。山中選手にねクロス上げさせちゃいけません。ここはねだから本当にこの右の裏列の右のボランチは非常に重要だと思います、はいはい、山中選手って別に抜いてきてあげるわけじゃないんで、うん、あの早いなんかだけで、ね、なるべく、ね、寄せると、はい、早いチェッキングっていうのが本当に必要になってくると思うん で、うん、でモベルグ選手を、ね、そこに行かせちゃうと裏列の攻め手もなくなっちゃうんで、うん、あのそこはねグッとこらえて、あのボランチの運動量で勝負したいところですね、うん、それは確かにな。日程厳しいね、はい、厳しいからこそでも本当に他の選手もチャンスありそうだし、前節のねあの鹿島戦なんかは鹿島さんは結構固定メンバーでやってるんで、あのチームとして対策みたいなところは立てやすかったと思うんですけど、うん、まあ、小木監督はそんな甘くはないと思うので、ここら辺は注目ポイントですね、うん、相手がどう来るか。ニャニャチャンネル、まあ、この試合に期待することはとにかく勝利でございます。上のね変なあのコメントのところに書いてある通り、こうです、ここをこうしてこうです、ここをこうしてこうなります、こう、はい、ということでね、あのぜひともねあのいい流れをここでからつかみましょう、うん、あの前も鹿島戦の時もそんなこと言ってた気がしますけど、うん、でも上昇傾向って言っていいんじゃねえか、まあね、点は取れ出してきてるからね、うんうん、あとは勝ち切るっていうところをしぶとくやってもらえれば、勝負強い違う理科書をね見せてほしいです。見せてほしい。勝負弱いとは言ってないんですけどね、現実的な戦いしてたじゃない。あそこまで戻っちゃうとチームコンセプトね、そういったところまで影響してきちゃってチームの士気にも影響するから、うん、あのやりたいことはやりたいことでやるんだけども、ここ一番でゲームをつかむっていうところの、 あの戦略ってところはあのもうちょっと突き詰めてね徹底的にやってほしいですね、はい、ということでね徹底的にやってほしいっていう方はあのチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。お願いします。ここをこうしてこうですということで、あのね練習街道にいざなってください。バイバイ、 バイバイ。